皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、ジフレ縛りメイクやっていきたいと思います。すっく縛りメイクやった時にちょっとコメントのところでジフレもやろうと思ってますっていう風に書いたんですけど、それをですね実現していきたいと思います。ジフレっていうと、プチプラの中でもかなり価格が安いっていうブランドだと思うんですけど、コスメちょっとたくさんレビューしながら進めていくので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、それでは早速スタート。まずですね、使用するのがこちらです。ジフレの BB クリームです。アットコスメランキング見たんですけど、 BB クリームランキングで8位なので、結構ね有名な BB クリームです。なのでちょっと気になってた商品ではあるんですけど、カラー展開3色あって、標準色がちょっと暗そうに思えたので0番のピンクオークル系を選びました。でもなんかこういうちょっとプチプラの BB クリームとかって結構ねいいんですよね。前もどこだったかな、インテグレートだったかなの CC クリームすごい良かったので、これもちょっと期待が高まります。結構クリームファンっぽいような感じがあります。伸びは良さそうです。もう本当にスキンケアの後、これ今直で塗ってます。下地とかはね特に使ってないです。いきなりいっちゃってます。塗り心地はかなり良さげです。厚みはあるかなと思ったけど、伸ばしていくと表面は結構薄膜な仕上がりかもしれない。はい、ということで半分だけ塗ってみました。手に塗った感じそんなに明るいなって思わなかったんですけど、こう塗ってみると素肌よりちょっと気持ち明るく見えています。やっぱりピンク系なので若干こう透明感が出やすいのかなとは思うんですけどね、なんか菊すみが抑えられてすごく自然に綺麗だと思います。こちらがビフォーで、でこちらが仕上がりで、かなり綺麗です。なんかそんなに厚塗りって感じはなくて、割と素肌っぽい仕上がりになります。塗ってる感じは結構本当にしっとりがすごくて、今もめっちゃ潤ってます。なので逆に表面はちょっとペタペタとはしているんですけど、その代わりすっごい潤ってるので、なんか本当今の時期とかはぴったりそうな感覚があります。でこれで例えば値段が、2000円とかだったとしても、全然なんかあいいねこれ使用感いいねって言えるんですけど、800円って言うから本当にビビる値段って感じです。学生さんとかはぜひちょっと試してみるといいかもしれません。めっちゃいい感じです。個人的にはマスクとかで使うとしたらパウダーはやった方が良さそうな気はしています。はい、こんな感じで仕上がりました。めちゃめちゃ綺麗です。びっくりしちゃう本当に。800円かって感じです。驚きです本当に。で多少気になるところとしては、やっぱり目の下のクマとかはちょっと隠れにくいところはあるので、コンシーラーは別で使っていきます。スポットメイキャップカバーライトオークルというやつなんですけど、コンシーラーでこういうね筆タイプになってます。でもこういう形状のコンシーラーなので、結構硬いというよりかは伸びがよくって、本当にクリームファンデに近いような感覚があります。色はちょっと明るめだったかな。これなんかこの形状だったらリップの輪郭取るのとかも使えそうですよね。はい、ちょっとね広げてみたんですけど、カバー力はそんなにはないかなと思います。筆タイプなのですごくこう塗りやすかったりするし、伸びもいいんですけど、指でその後なじませている時にだんだんちょっと固まってくる感覚があって、だけど確かに伸びが良すぎるとコンシーラーって広がりすぎていっちゃうし、それこそカバー力がなくなってきちゃうので、ある程度その固まった方が使いやすいかなとは思うんですけど、なんか筆タイプだったらもうちょっと伸びがいい方が使いやすいのかなっていうのはちょっと思いました。まあそんな感じです。でもやらないよりかをやった方がここら辺のその印象っていうのはちょっと明るくなると思います。次パウダーいきますね。こちらジフレのルースパウダーです。2番のパーリールーセントを使っていきます。私どこ行ってもお店で見かけないんですよね。実はこれネットで前買ったやつなので、今回は手元にあるんですけど、薬局を何個か回っても私パウダーだけいつも見つけれないんですよ。置いてあったり置いてなかったりするんですかね。ネットにはあります。私が今から使う2番のパーリールーセントってやつは結構ラメが入ってて、肌もツヤっと見えます。やるとやらないとだと本当にメイク持ちとか結構変わるので、今の時期は特にちょっと乾燥は気になるかもしれないけど、やった方がマスクとかへの耐性をかなりあると思います。パウダーをするとむき出しのツヤ感はちょっと抑えられて、なんかこう発光するようなふんわりとしたツヤ感になります。もともとのあるこのツヤ感を生かすというよりかは、また新たなツヤを生み出すって感じですかね。パウダーを使うことによって、フェイスパウダーとハイライトのハイブリッドみたいな感じで、自然にだけど結構華やかな仕上がりにはなります。なので逆にベースメイクを結構落ち着いた仕上がりにしたい方とか、そんなに顔中にラメっ
っぽいのがあるのが苦手な方だったら、もう一個あのラメ入ってないタイプがあったと思うので、そっち使っていただいた方がいいと思います。ただ個人的にはなんか言ってもそんなに派手じゃないので、結構これはこれでいいと思います。はい、アイシャドウは2種類買ってきました。1個本命で買ってきたやつと、え、これもちょっと良さそうって思って買ってきたものがあります。一応本命で買ってきたのこっちです。ジフレのグラデーションアイシャドウ72番透明のパッケージだし、そんなに高級感って感じはないかもしれないんですけど、なんか可愛くないですか、この配色とこのパッケージのなんかすりガラスっぽい感じがなんかめっちゃ可愛いと思って買ってきました。しかも色もですね、ブラウン系なんですけど、使えそうですよね、これ全部。ちょっとコーラルピンクっぽいのも入っててすごい可愛いです。腕に塗ったくらいなんですけど、質感がねめちゃくちゃいいです。結構安い系のアイシャドウって肌の上に乗せた時にパサパサしちゃって、このがふわふわ舞っちゃうことがあるんですけど、その感じが全くなくって本当にしっかり肌に密着してくれました。質感に驚きました。まあ、色も可愛いけど質感に結構私は驚きました。こちらツインカラーアイシャドウの5番ってやつなんですけど、これ2色しか入ってないんですけど、その分めっちゃちっちゃいんですよ。比べてもこのサイズだし、まあちょっとアディクションなんですけど、単色のアイシャドウとかと比べてもこのサイズ感なんですよ。めっちゃちっちゃいし、かさばらないし、持ち歩き用として結構いいかなと思ってちょっと選んでみました。カラーは本当にまあ使いやすいベーシックな感じなのかなと思うんですけど、あの同じだったらちょっと恥ずかしいんですけど、なんかこの4色の時と質感がちょっと違ってる気がして、こっちの方がどっちかっていうとちょっとサラッとしてる感じ、あの4色の方が密着力が高いような気がしました。まあ一緒かもしれないんですけど、なんかねそこに若干の違いを感じたかな。ではでは早速使っていきたいと思います。まずこれからアイホールの全体に塗っちゃいます。そう、これでもちょっと伝われば嬉しいんですけど、あんまりなんか飛んでく感じなくないですか。結構しっかり密着してるし、色も白すぎなくて馴染みもよしって感じですね。そしたらピンク使っちゃいます。でこれは涙袋に塗ります。やっぱちょっとラメがこれの方がキラキラ感強い気がする。そしたらブラウン系ですね。ちょっとオレンジっぽいブラウンなのかなと思うんですけど、こちらチップ幅1個分ぐらい使っていきます。やっぱちょっとオレンジ味がありますね。かわいい。最近あんまり締め色を使わないのが好きなんですけど、ちょっとだけアイラインっぽく引いていきます。こんな感じです。どうですか、めっちゃ可愛くないですか。上に塗ったオレンジブラウンもすごいいいんですけど、その下に塗ったベースの色もすごくその上から重ねた色とマッチしてるし、あとこの下に塗ったピンクシャドウが、動画越しだとちょっと伝わりにくいんですけど、ほんのりやっぱりピンク感があってめっちゃ可愛いです。まあ、下ピンク、上ちょっとオレンジ系みたいなメイクになってるんですけど、ふわんってしててすごい可愛いです。ではちょっとこっち側は2色の方で一旦仕上げてみます。でも多分さっきの仕上がり見ちゃうとやっぱりちょっとあの4色の方がいいなってなっちゃうかもしれないんですけど、あーでもこうやって塗るとやっぱり質感一緒かもしれないです。意外とこれあれですね、黄色っぽくって可愛い。最近結構黄色系のシャドウも割と売られるようになってきたかなと思うんですけど、そんな感じですごい可愛いです。下も塗ったんですけど、黄色とゴールドの間みたいな柄をしています。なのでいくら黄色が流行ってるとはいえ、ちょっと使いにくいよなって思ってた方とかはまだ入りやすい色かもしれません。じゃあ次は濃いブラウンで締め色を使って、これは全体に引いていきます。もうちょっとこれぼかしていきますね、後で。はい、ということでこちら側も仕上がりました。これはこれでなんかいい感じになっちゃいました。離れてみてもこんな感じです。いや、どっちもどっちの良さがありますね。ただ今日はですね、リップが確かオレンジ系を用意してたと思うので、ちょっとこっちもこれに合わせて変えて次の工程に行きます。はい、ということで次はマスカラ、こちらです。ボリュームタイプじゃなくってロングタイプの方を購入しました。まあ、ブラシはねこんな感じ、ちょっとカーブしています。これはぬるま湯で落ちるお湯落ちタイプです。あ、結構でも繊細な仕上がりになるということで片方だけ塗ってみました。一本一本に繊細に液がつく感じ、しっかり伸びるし、光力もなんか衰えることなくそのままビューラーの感じをキープしてるような気もします。まあ、私結構まつげ上がりやすいので、普段下がりやすい方からするとあんまり参考にならないかもなんですけど、いや今のところめちゃくちゃいい感じです。あんまり重ね塗りするとちょっとダマになりそうだったから、乾ききる前に仕上げちゃった方がいいような気もします。ただですね、こっち今塗ってみたんですけど、なんかこっちはちょっと束感が出ました。
毛が少なかったりする部分があるとちょっと束っぽくなっちゃうかもしれません。フォトビューラーで少し綺麗にして次は眉毛いきますね。眉毛にブラシ付き S っていうブラウンだったと思います。色はブラシがこっちについてて、ちょっとこういう変わったブラシ、なんか歯ブラシみたいなブラシがついてます。パウダーも買ってあるので眉尻の方だけこれで仕上げていきたいと思います。かなり芯は柔らかくてちょっと描いただけで色はしっかりつきますね。細く固く描けるというよりかはかなり芯が柔らかくてふんわり仕上がるようなタイプなので、逆に言うとでも本当にこれ1本で急いでる時とかはいけちゃいそうな気がします。パウダー変わった色なんですけど、アイブロウパウダーの PK10 番、ピンク系を買いました。よくあるアイブロウパウダーだけど配色があまり見ないようなタイプですよね。せっかくなのでピンクを使っていきたいと思います。最初に塗ったブラウンもちょっと赤っぽかったので意外と馴染みますね。思っているよりしっかりピンクブラウンっぽくなるので、アイメイクピンク系にした時とかすごい合いそう。次は真ん中のブラウンでちょっと全体をなじませていきます。なんか全然うまいこと描けるんですけど、この3色だと一番薄いブラウンっていうのがないので、ちょっとここをぼかしたい時が難しいかなと思いました。私がさっきやったのはここら辺まで塗っといて、ここら辺もちょっと指でこうやってぼかしちゃう感じにして仕上げて、まあ全然それでいいと思うんですけど、しっかりここに薄いので入れたいって方とかだとちょっと向いてないかもしれません。でアイブロウマスカラも BR20 番っていうのを買ってきたので、最後これ塗って眉メイクは完成にしたいと思います。ちょっと今眉毛が眉毛サロンに行きたくって生やしていて若干ボサボサなんですけど塗っていきますね。眉マスカラはそんなにめちゃくちゃしっかりつくっていう感じよりかは割とナチュラルにつくので、作った感のないような自然な眉毛に仕上がります。あと毛の流れも整えることができるので、眉の色を変えたいというよりかは下のこのペンシルの色となじませるような感覚で使えます。そしたらリップが今3つあります。色それぞれ見ていきます。473番、549番、748番っていう順になってます。もう一個ですね、なんか結構可愛らしい感じのグロスがあったのでこれも買ってきました。ちょっと重ね使いしたりしてちょうどいい色をね見つけていければと思います。ちょっと473番塗っていきます。なんかしっかりグーッと塗るとめっちゃ濃い色になったんですけど、ちょっと塗って指とかで伸ばす感じで広げていくとすごく馴染んでこんな感じになりました。またその濃さの加減っていうのもいろいろできそうなリップです。めちゃくちゃなんかツヤツヤって感じではないんですけど、結構しっとり感もあって300円って感じはしないです全然。じゃあ上からグロスを少し重ねていきます。結構プルット感が出たかなと思うんですけど、やっぱりかなり潤うので乾燥する時期なので持ち歩いとくとかなりいいと思うんですけど、ただやっぱりマスクとかにはどうしても多少つきやすいようなものではあると思うので、どっちを取るかですけど乾燥にはすごく強そうです。はい、じゃあチーク塗っていきます。チークも2種類あるんですけど迷っててすごく、こんな感じで人気なのがこっちみたいで、ピンク系パールで、こっちが気になって買ったベージュ系なんですけど、とりあえずこっちから塗ってみます。とチークは別のブラシを使わせていただきますね。あ、ちょっとピンクくなりました。かわいい。さすが人気の色って感じで、めちゃくちゃかわいい。ピュアな感じになりますね。一応こっち側にベージュも塗ってみます。なんかそもそもこっちのピンクっぽいのはパールが入っていて、こっちにも入ってないんですよ。このピンクの方は塗った時も割と薄付きな感じ、パールとその色が一緒に混じり合ってふわっとするんですけど、こっちのパール入ってない方は本当に色だけなので、結構同じぐらいの気持ちで乗せてもしっかり色づきました。絶妙に違いますね、やっぱ左右で。で、どっちもありだと思うんですけど、個人的にはどっちもすごい可愛いと思うんですけど、どうかな、なんかでもこっちの方がより肌に透明感が出た気がする、なんとなく。ということでこっちに変えたいと思います。はい、ということでメイク完成です。ジフレ縛りメイクいかがでしたでしょうか。プチプラコスメもすごい好きなんですけど、ジフレってあんまりこう買うことが今までなかったんですけど、使ってみて驚きがたくさんでした。 BB クリームから始まって本当に質がいい、値段と質が合ってないようなものがたくさんすぎて、学生さんとかぜひジフレでいろいろ揃えてみるのいいんじゃないかなって思います。個人的にはやっぱ BB クリームと、あとアイシャドウがすごい良かったかな。チークもなんですけど、セザンヌもすごく安いチークたくさん色があって良かったんですけど、まあそれと同じようなイメージで本当にすごい使えるものたくさんだったので、高いコスメ買えなくても全然メイクできるからチャレンジしてみてほしいなと思います。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。